1830年頃のミドルトンパーク第3代ジャージー、伯爵及び、第6代グランディソン死者、ウィリアム・ビリアーズは、イギリスの貴族、政治家、ビリアーズ家出身。第2代ジャージー伯爵、ウィリアム・ビリアーズとジュディス・ハーンの長男として生まれ、1721年7月13日に、父が死去すると、ジャージー伯爵の爵位を継承した。 1739年にステゴ養育員が創設されると、その初代総裁の一人になった。また、1740年から1746年まで、南トレント巡回裁判官を務めた。1746年1月、数密顧問官に任命された。1766年に、親族の初代グランディソン伯爵、ジョン・ビリアーズが死去すると、 グランディソン伯爵の爵位は断絶したが、同時に保有していた、グランディソン死爵の爵位は、第三大ジャージー伯爵が継承した。1769年8月28日に死去、長男が創生したため次男ジョージが爵位を継承した。ゴドフリーネラーによるアン・エジャートンの肖像が1733年6月23日、アン・エジャートンと結婚、二男を設けた。 ありがとうございます。